とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、タワーで出てきた装備を使っていこうと思います。これですね、これは前に持ってたやつですね。リゾルト、テンペスト、ナイフ、3つ並べてみました。最初使ってたのが、これ。重力、リフレッシュ、虚無、クリティカルですね。結構強くて、おすすめの装備です。で、次に使ったのが、これ。似てるんですけども、重力、リフレッシュ、虚無、痛みサイクルですね。これで攻撃すると、HP が、ギリ回復するかしないかぐらいの感じになるんですよ。ちょっとね、微妙な感じ。ドラを使えば回復するけども、普通に叩くだけだと、ちょっと減っていく感じなんですよね。やっぱり、痛みは、攻撃回数が多いやつとはあまり相性が良くありません。で、昨日出てきたリゾルトテンペストナイフ、これです。重力、虚無、ダイナモリフレッシュですね。もともと攻撃力が低いので、シナジーを入れるよりもダイナモの方が効果が乗ります。なので、これどんな感じでしょうか。ちょっとね、忙しい感じにはなるんですけども、全然使っていけるやつではないかな。まあ、ボスとかになったら、ダイナモをしっかり貯めて攻撃すれば結構ダメージを与えることができるので、どうでしょうか。今日は新しく出てきたこのリゾルトテンペストナイフ使ってみましょう。それでは行きましょう。今回は普通の矢のみになって速度が 30% 増加、モブのね。で、ベビーゾンビ。早いだろうな。で、弓は変えておきましょう。バーストボーストリング入りのやつで行ってみます。あ、いや、ここは無限ついてた方がいいかな。あ、なんかそんな気はするんだけど、おい、トゲかい。トゲだった。あっぶな。トゲはね、痛いんだ。本当に。不意にトゲのやつがいるとね、結構やられやすくなっちゃうよね。あ、そこそこやっぱね、ダイナモシナジーを入れると、忙しい感じにはなるんですけども、強いね。火力は出る。もともとこれね、追い打ちがついてるやつで、ダメージは出やすいのよ。これにプラスで、火力もりもりにしてるんで、やっぱり強い。使いやすい。あ、ただね、弓だな。バーストボーストリングのやついいんだけど、どうしてもね、矢が不足するのだよね。残りもう60本になっちゃいました。あ、こういう時にはね、しっかりと増やしていきましょうか。もう今日はこのままやっていこうと思うので、これで増やしていきましょう。ちょっとずつでもね、増やしていけば、だいぶ変わってくるんで。もちろん、キャプテンは全部倒していきます。おい、おい、なんか。ああ、いいね。やっぱり、普通は使いやすい。もうちょっとね、普通をバンバン打っていけるようになると、強いんでしょうけども。昔がね、懐かしいな。普通がめちゃくちゃ良かったんだ。無限ダイナモができてね、あん時は強かった。で、このね、リゾルトテンペストナイフ、やっぱりいいのが、敵を倒した瞬間にスピードがね、ぐんと上がるのよ。そのぐんと上がるのがめちゃくちゃ使いやすい。おっと、すごくね、移動が楽になるのでいい感じです。 OK。 ここで矢を増やしてしまえば、あとあと、必要なくなるかな？これで結構増えるでしょ？かなりの数にこれでなると思うので、いいんではないかな？ 488 本。お、いいんじゃない？よし。まあ、この感じで、キャプテンを探していきましょう。おい！すごい、あんまりあれか。ベタ足で戦っていくのが、いいのかな。やっぱりこの武器はぴょんぴょんが
あんまり向いてないのかもしれませんね。いやーやばい、危ねえ。でもまあまあ扱いやすい武器ではあるので結構好きです。何、プレイヤーのダメージが 40% 減少、結構きつくなってきたな。 OK です、ここでも探しましょう。うーん、倒したけども取れる、よかった。はい、脅威、お、いい感じだよ。中間地点来ました。エボーカーも倒せたし、ちょっと待って、やっぱねジオマンサーが鬱陶しいね。んでもって、うん、40% 減少がきついと、もう一個思ったのがこれね、ダイナモン向いてないな多分。この攻撃速度が速いやつ全体に言えることだけども、ダイナモとは向かないね。うん、まず戦いがものすごい忙しくなるし、なんだろうな、ダイナモを入れたところでそこまでね火力が劇的に変わるわけじゃないので、それならもうベタ足で、別のエンチャを入れていった方が使いやすいのかな。これだとクリティカルとかね、雷とかそういうのを入れてた方がまだ戦いやすいかもしれない。まあ確かにぴょんぴょんして、でその時一発だけ出る攻撃っていうのはものすごい強いよ。ものすげえ1000万以上のダメージは出るんだけども、普段はこのね地に足をつけてガシガシ叩いていくタイプなんで、これならば別の方がいいのかな、なんかそういう風に思いましたね。ちょっと向いてないかな。やべ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 、トゲ付きもいるしね。はい、ではキャプテンがあと数体いてくれれば嬉しいけども、どうでしょうか。でまたね当たりを引きたいところです。あ、まあ敵の HP 上がるのはちょっと勘弁してほしいけども、まあ攻撃力上がるとかそういうやつだったらいいっすね。よし、まあまあまあこの際も HP も上がっていいよもうこの際さ、もういいさ、なんかいいのが出てきてくれれば嬉しい。タイデン、なんかね思うのよ、ここでソーブレード装備してたら相当早いんだろうなっていう気持ちはあるけども、まあその武器その武器ね良し悪しがあるしいいんじゃないですか。おい、すごいな、ものすげえ火力出してきやがる。ダブルダメージ、シェイシェイ、いいね、倒した後の移動速度アップ、これはものすげえ使える。次の戦いにねすぐ備えれるっていうのがいいよね。となるとやっぱり跳ねぴょんをしなきゃいけないダイナモシナジーっていうのはあまり相性が良くないな。おいおいおい、えぐいな。はいはいはい、こんだけね遠距離が多いところだからナイトメアじゃちょっと厳しいよね。ナイトメアはここ厳しいよな。遠距離系がねどうしても多くなるところはやりにくいんだ。 OK、 ここあるね。はい、で最後の分岐点です。矢は十分あるね。 OKOK、 あ、でここか、洞窟内にいるタイプ、洞窟内にいるタイプですね。すごい面倒くさいところ。じゃあこれちょっと待て、これは戦いにくいぞ。まあ、とにかくキャプテンは探していきます。防護付きかい。おお、洞窟に入る前にキャプテンがいた。
でもすっごい戦いづらい。なんだここ、ここひどいな。やべ、これ死ぬな。ちょっと待って、ちょっと逃げよう。あっぶね、あっぶな。ちょっとヤバめですね。オッケー、神秘何、略奪者に変わるだね。オッケー、あとはあの洞窟内に何体いるかだな。うまいこと残り3体全部いてくれれば美味しいね。キャプテンいったけども、その手前が結構きつい。やばい、死ぬかも。いや大丈夫、耐えれる耐えれる。どこだキャプテン、いた。よし行くぞ。ダイナモでもそこまでダメージ入らない。よし、オッケー。で脅威が2、あと2体か。脅威が1と神秘が1いるかな。いた。あ、おー、いきなり単体でいるじゃん。よし、オッケー。いやー、そんなもんか。あぶね、よし、ヘリコッケー。でもここきついな。いけっかこれ、遠距離も後ろに待機してるしね。ここ厳しい。やっべ、ちょっと後ろに下がれ。厳しいな。この中にあと1体いてくれれば完璧なんだけどね。どうだろう。いやー、いなかった。残念ながらキャプテンは、一体いませんでしたね。ここにはいないわな。ちょっと待って、ひどくないかも。いや大丈夫、レッドストーンゴーレムは攻撃しないはず。しないよね。よし、いいぞ。ちょっと待って、やぶねえ、ギリギリ。え、減らせない。いや、減らせる減らせる、若干だけども減らしていくことができますね。硬えな。いや、俺の攻撃力がないのか。いやいやいや、100万300万200万とか与えてるんでそんなことはないんだけど、硬いのよとにかく。よし、 OK。 ではボスいっちゃいましょう。ちょっと待って、ファーストアタックはダイナモ20で叩きたいので、ある程度貯めていきましょう。おい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 、いきます。こんだけ、こんなもんか。あー、これは厳しいね。なかなか、まあ倒せるだろうけど、勝ってーなー。うん、下が溶岩だから若干、あー固まるな、戦いにくいしね。タワーとはやっぱりちょっと違いますね。タワーはね、床が安定してるので全然大丈夫なんだけども、反対側にこれ回ることができないので、ちょっとそれがやりにくいかな。よっしゃ、あ、やべ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 、あっぶね、やば。溶岩に落ちるともう一気に削られる。まあそりゃそうだわな、あっぶねえよ。よし、終わりか。はい、いやー、なかなかの強さだったな、ボスが。久しぶりだな、あんなの。はい、ではまあまあまあ、とりあえず奥まで行っちゃいましょう。うん、まあ、無限じゃなかったけども、矢はなんとかね、こと足りましたね、ギリギリ。うん、小技を使ってギリギリでした。はい、ということで今日はこれ、新しく出てきましたリゾルトテンペストナイフの、重力虚無ダイナモリフレッシュ使ってみましたけども、ダイナモはあんまり向いてない、向いておりません。なので俺がもともと使ってた、どこにある、これか。うん、
重力リフレッシュ、虚無クリティカル、こっちの方が向いてるね。やっぱり手数が多いのダイナモと向かない。なのでこっちの方を今後使っていこうと思います。はい、ということでまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。